ポンポコピンポコポンポコピン。ポンポコピンポコポンポコピン。ポプラテプラポプラテプラポッポロピン。やっはらー、皆さん、こんにちは、ミアビンでーす。なんか、この呪文となったら犬来た。に <laughs> ーもききーってことで、本日はこちら。えー、マックスタイジオのウルトラ問題について。 文字が語ってくれます。マックの話です。お願いします。私の上行かないで。上行ってみました。<laughs> ええー、みやびさんが壊れている原因はですね。え二、ー、日連続お仕事がございまして、今日もえっ、ー、と早起きで。えー、いつもより早い時間から撮影、あ、違います。 撮影のの前にあったので、うん、現場が、はい、それが早かったので、みやびを殺しに入っているので、うん、えみやびはその現場が終わる時間にピックアップしに行って、撮影してるんで、うん、いつもより早きょう、今日ントントントンていくから気持ちいいね。さらに明日ですね、ちょっとこれも NDA なんで、まだね情報解禁め、何も言えないんですけど、はいえー、撮影の現場が明日入ってまして、はい、朝7時ですか。はい 朝7時なんですこの,この方が朝7時から働くというですね地震く来るでみんな気をつけろ <laughs> 気をつけろ朝7時やで台風来るでなので明日はね多分ね眠くて機嫌悪いです <laughs> しかも多分現場ねま,まあ普通に見積もって12時間かかるねただね夜7時には終わんないね私ねワンチャンてっぺんまで行く可能性あるね私のねあれが終わったら帰るかもしれないもんね帰れんのおかん 結構最後のシーンとかだったらさ、相田町あるからさ。結構ちあった、分。まあそこ寝るしかないよね。はい、寝ます。得意です。でも最初マネージャーさん来てくんないでしょ。うん、多分じゃあ自分で頑張れ。ヘッドホンもるだから、サードの AD さん味方につけて、で、あの、もし本番近くなったら寝てるんで呼んでくださいとかってやれば。言っていいの普通に。いいんじゃんサードの AD さん。生意気棚とは思われないと思うよ。うん。普通に低姿勢で行けばね。うん。 そうしますもしくはできる AD さんなら「熱てくれていいっすを起こしますから」って言ってくれたらもうあなた最高っていうパターンですねただもうキュンあげるわまあ制作会社によりますんで、ねはいえー、まあお楽しみにお楽しみに、はい、でさっき私ぶっ壊れすぎて、はい、何言うか全部飛んだ <laughs>、うん、そうなんですねえっ、ー、とね <laughs> マックス・テューリオの、はい ウルティメート版っていうか、ウルティメートじゃないやん。ウルウルトラ版。ウルトラ版。がね、あの、ちょっとね、あの、まあもういろんな方がレビューして、うん、あれあれあれってなって結構問題になってるんですけど。早く、はい、もえーっとね、あの、皆さんね、ユーチューバーの方、Mac Studio が出るまで最高峰マシン、ね、ノートの中で。うん、っていうか Mac Pro に次ぐ最高峰マシンだった。うん M1MAX の MacBookPro を持ってるわけですよ。うん、それとね、書き出しとかね、処理速度がね、変わんないんですよ、うん、ウルトラさんが。うん、まあ僕の場合は、プロからチェンジしてるんで、うん、倍ぐらい作業時間早くなったって、すごい恩恵受けてるんですが、うん、MAX からウルトラにした人が変わんないじゃん、うん、問題があって、うん、まあ特に。 アドビだけかなと思ったんですけどアドビの製品だけかなと思ったんですけどアップル純正のファイナルカットプロでもえー、っとね動画の書き出しとかでもプロレスとか H264 とかいろいろモブで書き出すとか MP4 で書き出すとかいろいろあるんですけどその条件によってはマックスより遅いこともあるので、うんえー、これはですね僕が考えるにまあ 皆さんから要望があれば、まさかずに喋ってもらいます。うん、僕が考える理由としては、単純にコアが倍、うん、メモリも倍、まあそれはいいですけど、GPU と CPU のコアが倍で,で、メディアエンジン積んでて考えると、多すぎるコアに、まだ、うん ソフトウェアが対応でっていうかそれを活かした処理ができてない、うん、なのでまあワンチャンアップル純正のファイナルカットプロとかロジックプロとかその辺のソフトウェアはウルトラに対応したチューニングをしてきて爆速になる可能性はあるんですが、うん、それ以外のソフトウェアの場合、うん、アップル以外が突 作ってて特に Adobe 製品使ってる方が多いので Mac、うん、は <laughs> ちょっとその辺は今後も Adobe が対応するとは僕も,うもうまだね完全 Adobe ネイティブ対応 M1 にしてないのでうん,うーんちょっと厳しいかなって思うところがあって、うん、なぜかというと M1 の Apple シリコンっていうのは M1 でも M1 プロでも M1 マックスでも M1 ウルトラでもシングルコアの 性能は変わらないので、うん、マルチの時に威力発揮するんで、うん、マルチに最適化されているソフトウェアがどんどん出てこないと能力生かせないんですよ。うん、からまあ単純に倍のコア倍のスピードになったからさぞ快適になるだろうと思って買った YouTuber の皆さんが変わらん、うんうん、<laughs> それ悲しいね、うん、確かに。 つ、まあ、るしで50万だし、うん、盛ると、まあ、100万弱ぐらいまでから70万とか80万いっちゃうんで、うん、まあ買った人ショックだ、ろう。ただアップル返品できるんで、うん、まあもうだめだと思ったら返品して全額取り戻し,して、うん、今まで使ってた M1MAX の MacBook Pro を使ってもありなんで、うん、それができるのがアップルのすごいところなんで。うんうん やっぱダメでした。返しますお金返してねっていうのができるんで、うん、まあそうされるのがいいか、まあ、待つかだから本当はねヌフちゃんがねもう全然ねなんかねよく分かんないけどね最近ここ23日ね,あのね連絡今日やっと2日ぐらい経って連絡来て「うん、桜見まくってます」って謎の,、ね、謎のメッセージ「おはようございます桜見まくってます」って返事返ってこないっていうねただ動画更新されてるんで生きてるとは思うんですけど。うんうん よくわかんないですけど、家族サービスあると連絡取れなくなるんで。でもさ面白いね。ひもじいねさ桜見てますってさカップルやん。俺まだ今年桜見てないんで。今日みやびを送るときに夜桜を車から見ようかなと。え今日一気に見た。ずるいな。めっちゃあってぽわ。ずるいな。見えた。満開？満開だった。満開。満開さんです。マジで。シシド開じゃなくて。満開。あと開さんでもな。あそれわかんない。 お前女優なんだから俳優さんの名前はも,もう、ねね、毎日毎日こうやってあの覚えなさいタレントメーカー買ってきてあげるから前前それでこうやってえー、しんどい <laughs> でそれ全部ね綾野剛しか載ってな、ね、いなんでやねん <laughs> 嘘ですけど <laughs> まあそんな感じなんであ本当はヌフちゃんウルトラ買ったからどうなんだろうなって聞きたいんですけど、うんえー、これ見てたら「ヌフちゃん、えー、僕の電話出なさい」 電話出る前にまず、えっと、アイメッセージ反応しなさい <laughs> 君連絡取れないと暴れるよ<や>あんなことやそんなこと言っちゃうよあら君の外見に関しても言っちゃうよちなみにルフちゃんはハゲておりませんんでハゲなのむしろ髪の毛がすげえ多いロン毛ですよね、うんうん、あなた見てますもんねはいですからスーパー髪の毛多いよねあの人、うん どこまで多いんだよってくらい多いよね、うん、で、ロンゲだよね、うん、こ,このぐらいのロンゲですだったっけね、うん、なので、えー、デマは流さないようにお願いいたします、はい、まさかずがコメント欄で否定してたけど、うん、でもあいつ笑いって入れたから、うん、完全否定じゃないので、うん、俺が代わりにしてきます。しておきますのでまさかずのね動画にコメントでね、うん えっとモザイクがね薄くなった時に、うん、ハゲて見えん落ちむしゃに見えんのよヌ<ー>フちゃんが。でコメント欄にハゲてますよねって書かれてかず、うん、のところ。うん、でかずが「いやハゲてないしむしろ髪の毛多かったですよ笑い」って返しちゃったからそこ真面目に否定してほしかったんですけど<ー>しなかったんで、えー、完全否定させていただきます。はいはい、一応友達なんでね。うん、でえっとなんだっけ そうだから、ぬふぞうは、いいから、お前、ちょっと連絡取れ、取れるようにしてくれ。<laughs> うん。じゃねえと、ウルティマジェネア、ウルトラの現状を知りたいんで、僕は。はい。っていうか、君が動画にしなさい。はい。このウルトラ問題をちゃんと計測して、はい。マックスと比べたり、いろんなものと比べて。<laughs> ドラドラドラ、マックス <laughs>。はいチーンってなっじらすぐね。はい。はい、というわけで、うん ちょっと違ったのあんまり変わんなかったなうーんというかまあ僕の勝ちかなといううーんするしえっとねまずインテルのックス使ってた皆さん、うん、あと M1 のックス使ってた皆さん、うん、1> m 1プロ o のックス使ってた皆さん、うん、僕ね m a ク Studio で現状買うべき最高のコスパと最高の性能が得られるのは24万9800円で売られている まあ SSD とかは持っていいと思いますけどちょっと今中国ロックダウンとかしまくってるんで、えー、届くのがどんどん遅れてるので吊るしでいいと思いますけどあのー、ね M1MAX 版の MAX Studio が、えー、とてもコスパがよくメモリも最初から 32GB 現状ですねえー、もうサファリ開きながら他の作業をしながらファイナルカットで編集してても え最大メモリ24ギガまでしか使われず8ギガ余ってスワップゼロのまんま続いててメモリプレッシャーもないのでえ30に積んでりゃまあほとんどのことできちゃうんじゃないかなっていう現状でございますなので25万円で現状最速まあウルトラがマックスとスピード今変わんないんで 現状 MacPro に次ぐ最速のデスクトップ Mac が欲しいんであれば MacStudio の M1Max 版、まあ、約25万円を買ったら一番幸せになれますよというのが現状の、まあ、今後ウルトラに対応したソフトがもしも出てきて m a スの倍近く処理速度が速くなるんだったらありですけど現状そうじゃないので。うんうん 買うんであれば M1MAX 版のただ M1MAX 持ってる人は買っても意味ないんです、うん、変わらないんで、うん、ただまあ静かで,でデスクトップが欲しい方は M1MAX 版がいいと思いますウルトラより、はい、っていうね問題が実は勃発しておりますので、うんえー、ウルトラ狙ってる方はちょっと静観かなっていう感じで買うんだったら M1MAX 版の MAX Studio が一番幸せになれるんじゃないかなと、うん、まあ僕は何の不満もないし、うん ササササク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 する、ね、まああとでみやびにリニューアルしたデスクを見せますけど、ね、<ー>デスクもリニューアルしたので、うん、デスクって机は変えてないんですけど、うん、机の上をね、うん、リニューアルしたんで、えー、結構快適に使ってますな、うん、だってねもう18日に買ってその日から8本編集してザ、うん、ーッと編集アップ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 でやっと昨日の夜。うん じゃここの位置に置いてこうやってやってやっとね仮設置したまんまずっと作業続いてたからあれ仮だったんだそう仮だよだからねキーボードもねリアルフォースからねちょっとアップル純正のマジックタッチ ID 前はあの何決済とかさログインする時とかさタッチ ID でさ一発でパスワード入れなくて入れんだけど マックブックプロだったじゃん。ついてるんですよ。タッチ I. D. が。デスクトップだから。ついてないんですよ。タッチ I. D. 付きの。天気いらないんだけど、まあ天気付きのあのマックスタジオに合わせた。アルミと黒の新しいキーボード出て、それも実はね、18日に一緒にゲットしてんですよ。え初耳。それをやっと出したんです。よ昨日の夜。おめでとう。で。やっと出して。念願の。で。ちょっと使い始めて、そうするとね、場所変わるんで。 で、いろいろ今やってて。で。いろいろね、まだ進化するんで。まあね、きれいなうちにデスクツアー的なことはしようと思ってます。基本的にで仕事ができる人間って、えー、机の上も部屋も汚いんで、うんえー、これは覚えていくといいと思いますよ。きれいな部屋では仕事はできません。<ー> 歴史に名を残す人たちはみんな部屋汚いですスティーブ・ジョブズも汚かった<ー>仕事部屋めちゃくちゃ汚いです<ー>でググれば一枚ぐらい写真載ってると思います、うん、ジョブズの昔の事務所ジョブズがいる、うん、めちゃくちゃ汚いですなんでな、のそれは手の届く範囲に全部あって、うん、全部記憶しててああ今これが欲しい、これが欲しいすぐ仕事できるんでで、いろんなメモとかバン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 で貼った一番覚えてるでし、うん、俺らは 全部手の届く範囲に全てがないと仕事がパン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 行かないのでそれをいちいち片付けて見えないようにしてとかってやってたら仕事になんないのでん、えー、そんな感じなんで話しとれましたがマックスチューディオウルトラの方の問題をちょっと話させていただきま,すまた続報があったらします、はい、というわけでえみやびがね多分ねえっと1分38秒コンマ64でまとめてくれると思うんで。うんうん えー、私は誰しもでもね私ね最近この YouTube の語りで結構 Mac 関連いろいろとお話聞いてるからかもしれないんだけど前よりもねさらに私は iPad で十分まだ人間なのでなんですけどめっちゃね Mac 系今ね欲しいってねなんか感化されちゃってるんですよ私だから今度ね、まあ、iPad とキーボードちょってっ ほぼしかも私キーボード絶対使う野郎精神なんだけどでもセットで欲しいっていう風に思っててオシャレだか、ね、らそうでまあこのねスタントとしてなるからまあデザインはね一番やると思うので書きやすいしと思ったらなんかね Mac の良さがねだんだん分かってきてて自分がいてね恐ろしいんですよでもやっぱこの話も聞いてるからいろいろとだからまあ、自分のねもちろん環境にあったものとかそのお財布関係もあの神紙紙紙全部違う カミしてねいろいろあの買っていこうかなと思ってるんですけどとにかくねマジでねあの本当にあのマックっていいんだなって私は気づいてきましたはいこれも一個の成長です今多分1分38秒コム64いったかなと思うのでドランします皆さん今日もありがとうございましたえ買、ー、ったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いしますじゃあね